はい、では続きをやっていこうと思います。まずはモンスターリストの確認からいきましょうか。てか穴っぽく覚えてきた。あ、パックンブルー。ほとんどの花は色が違っても同じ種類だが、このモンスターに関しては色が違うと別の種族になるようだと。あとはあ、なんだべ出てきました。前回ね、そんでよ、箱の中身はなんだ、あ、なんだべ、だな、箱の中身はなんだべ、ずっとあんたは見てんだな。ちょ、怖っ。もっくん。宝箱スロットでのイカ様がバレてしまい、罰としてなんだべの中に監禁され掃除をする。あ、そうなんです。こういう背景があるんですね。ワン、ツー。これワン、ワンの色違いだね。狂犬のように凶暴に見えるが、遊んで欲しくてじゃれているだけのようだ。だが噛みつく力があまりにも強すぎるから立ちが悪い。かわいい。つぼみ。前回出てきたあのボスの一つだな。つぼみとはまだ開いていない状態の花のことなので、大きな口を開けて攻撃するこれをつぼみと呼ぶのはおかしくないだろうか。なんか意を唱えてるぞ。クイーンフラワー。前回大ボスですね。どう見ても桜ではないのに桜吹雪が使うのは、いくらフラワーのクイーンとはいえちょっとずるいが綺麗だからまあいいか。バーディー。鋭い爪とは槍で繰り出す技の名前で、自身の爪を使うわけではない。ノーアルパーティーは爪を隠す、あ、バーディーは爪を隠すのである。見た目怖いよね、これね。避難パターン。おやつを食べていなくて体に力が入らないとき、おやつの食べ過ぎで体が思うように動かないとき、ジタバタする。かわいい。さて、じゃあアスカ旅のアルバムも見ます。あ、特にないかな。よし、じゃあ、雲の上に前回行きましたね。そう、マシュマロの国です。今回はね、ここをやっていきます。よし。あ、そうそう、前回さ、あのさ、この辺に見えない通路があるはずって言ったと思うんですけど、これね、この町のボスを倒してからだわ、行けるの。はい、僕あそこの数は見てもスターピース、うん、そのまま聞いたことないな。ということで、まずは3作からいきます。以前はお城の中に自由に入れたのに、きっとマシュマロ王がご病気だから入れなくなっちゃったのかな。火山をご存知。いえ、私もあそこから湧いた温泉に入りたいわ。きっと気持ちいいんでしょうね。私ここも好きなんだよな、ストーリー。マロ王子ってあんなに太っていたっけ。でも見つけたっていうから本物なんだろうな。マシュマロ王の病気大丈夫かしら。俺は性のなく働いていたのが何回か見て、マルガリータさんが王子を叩くの、虐待、きっと厳しい教育をしているんだろうな。マロ王子はなんでマルガリータを女王にしたんでしょうね。自分を見つけてくれたからかしら。昔見たマロ王子はまだ小さくて、それはそれは可愛いものでした。それがあんなにたくましく育たれて、たくましくって遠回し言ってるけど、あの直球で言えばデブってことやろ。また王様にお仕えしたいわ。ジュゲムバスを知っていますか。マシュマロ王専用の大型乗り物のことです。今ご病気のため運行休止ですが。マシュマロ王は銅像が大好きなね。足の中にいっぱいあるのよ。ジュゲムバスな。久しぶりに見たマロ王子は変わり果てていたけど、きっとマロ王子なんだろうな。王様の病気は治らないのかしら。でも王子が帰ってきたので大丈夫なのかもね。お前なんだ、入れない。ガーン。私はマシュマロ王のそばで働いておりました。しかしある日突然マルガリータ様がやってきて、もう来なくてよろしいざますと言われたので、あら、クビになっちゃった。王様ご病気だと聞いたのに。 HP 大丈夫だね。あ、ここはお店屋さんでございますか。あ、デカパンチグローブ。ずっとブラッキーハンマー使ってたもんな。ようやく変えられますね。ハンドキャノン。おぉ。センス。やばい、お金がなくなった。ふかふかは大丈夫か。ふかふかどうした。買えねえじゃん。ちょ、待って。なんか売る売るか、装備でも。もうのこのこコーラとか偉いやろ。なんか武器の合成とかないもんな。パンチグローブ売る。金がちょっと売る。あ、これで工面できたわ。ふかふかドレス。やばい、なんかずっとバッチリやつつけてるんだけど、このマロとジーノとマリオ、バッチシリーズ強えな。
あ、でも棒用が紙になるけどね。まあ全然ええやろ。ぴょんぴょん。あ、なんだと。カエル声がありました。え、最近下の世界から人が来なくなったのは気のせいかしら。きっと気のせいなのね。休みたいのかな。きっとそうなんだね。30ポイントは高いです。めっちゃ気持ちよさそう、この街のベッド。え、なんかさ、ここのさ、宿もなんかイベントなんかあったっけ、泊まったら。なんかあったような、なかったようなって感じなんだけど。どうだったっけ？あとは、あそこの門にはいつか鳥が立つようになったのかね。前はみんなで出入りできたのにね。あそこは彫刻家ガロの絵だよ。マシュマロがよく銅像を注文していたよ。そもそもご病気だから注文の子じゃないんだろうね。ということで、じゃあここに入ります。彫刻家ガロの家。あ。あ、僕だ！あ、それかい、それはマシュマロの若い頃の。坊やは？こんにちは、僕はマロと言います。で、こちらがマリオさん。マロ、やはりそうですか。王子、すっかり大きくなられましたね。僕が王子？また、久しぶりだな、これ、ジェスチャー見たの。そう、カエル戦だな。今までのことを説明してます。なるほど、そのカエル仙人に育てられたのか。やはりマロ王子に違いありません。ということで、マリオさん、僕は王子です。かわいい。あまりちょっと自覚がなさそうやな。しかし、あのマルガリータとかいう女はどうもおかしいと思った。ということは、ひょっとすると王子の父親マシュマロの病気も嘘。では早く城の中のパパとママを助けてあげなくては。あ、一人で突撃すんのか、お前。お前なんだ、言えない。あ、泣きそうだけど泣かなかった、偉い。そうだ、いい考えがあります。ちょっとこちらへ。あ、はい。用意はいいですか？ちょっと心の準備が。あ、さあこれ何をするかというとですね、いや、ちょっとの間じっとしていてください。マリオをどうするかというと、ゾーンにするんですよね。これでよし。あ、動いちゃいけません。銅像のように振る舞うんです。いいですね。では行きましょう。ね、ドラクエの技でさ、金ピカになるのなんだっけ、あれ、アストロンだっけ、なんだっけ。注文の品を持ってきたぞ。よい、入れてやる。金ピカの像になっちゃいました。待て。これ、マルガリータ様に似てない。これは、マルガリータの父の母の息子の子供、アラビアータ、アラビアータの銅像だ。それなら、え、でも、ちょろ。ちょっとここからがちょっと面白いんだよな。マシュマロ城もね、ビデオもめっちゃいいんですよ。ふう、危なかった。口から出まかせりうまくいきました。本当はアラビアートなんていないのに。おお、まあ相変わらず素晴らしい出来栄えざます。私の美しさが見事に出ているわ。さすがガロ、ありがとうございます。では私はこれで。ちょいとお待ち。この薄汚い銅像は何？それは私の最新作でございます。マルガリータ様のために、特別にご用意いたしました。名付けて弟を訪ねて4000里。ご覧ください、このふさふさとしたひげ。弟思いの優しさを表してみました。弟、あれ、ルイージ出たっけこのゲーム。そしてこのしっかりとしたもみあげ、心の強さを表してみました。
そしてこの足どんな距離も一飛びで届く強力なジャンプ力を表してみました。お気に召しましたでしょうか。ほう、私も芸術にはうるさい女、そしてこの銅像は素晴らしいざまざます。さすがガル、私の得意さとこの銅像の力強さがまったりと調和するざます。ありがとうざ、はい、ありがとうございます。では私はこれでグッドラック。素晴らしい。ドド、何してやんの、早くこの銅像運ぶざます。そう、このドド、そこはね、マロ王子って言っていたこの鳥は実はドドっていうね、あのお名前の全然別物でした。またくささとしなさい。まあ、ドド可愛いんだよな。そうでも実はマルガリータが大嫌いっていうね。ストレスを銅像にぶつけているっていう。はい、ここに置かれたわけなんですが、マリオは。なんか床がすごい綺麗、ピカピカ、質感がいい。さすがリメイク。ピョン、跳ねることができます。さあ出ようとすると、セーブができる。はい、よし。ここでちょっとミニゲームが始まるんですが、ドド、わ、どうぞはきちんと並べたざますか。そしたら今度はピカピカに磨くざます。私の得意さを引き立てなさい。なんなのよその顔は。言われたらすぐに取り掛かるざます。わあ、ここからミニゲームが始まります。ドドはかなり不機嫌な様子。銅像の振りがバレないようジャンプで切り抜けよう。ほら 足音が聞こえてきた。ミニゲーム始まります。つついてこようとするので、それをジャンプで避けるって感じですね。あ、なんだまず銅像が動いたと言いたそうな顔ね。そんなバカなことがあるはずないだます。早く磨くだます。さあまた始まります。ほう。終わりだっけな。よし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 、ナイス。あ、ドドの羽を手に入れた。さあこれで探索していきます。ビジュめっちゃいいよな、ここも。ほんとさっきも言ったけど疲れた。見張りは退屈、マルガリータ様つまらない仕事ばかり起こす。でもドドの仕事よりマシ。ドド、マルガリータ様の銅像磨きを毎日する。俺だったらこうやって磨く。いて、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 やめてよ。あ、銅像って動くか。銅像って動かない。じゃあこれはお化けの銅像だ。そうなるのが可愛いな。ここも結構ね、複雑なねダンジョンだった覚えがあるんだよな。あ、ここ行くと出口なのか。はい、さあこれで出入りができるようになりましたね。あ、さあやっていくか。さあまたちょっと新しいのがいろいろ。デミグラは似ている。この
さ、あの後ろのさ、あのフォーク持ってるやつ、あいつはあそこに出てきたよね、あのワイン川下りのミニゲームの時にちょっと出てきたキャラクターです。さあ、じゃあ何考えてるので一個ずつ見ていくか。まず後ろ、はい、だ大丈夫あ、やばい、間違えた。で、あ、目覚ましちゃった。大丈夫かな。さあ、次は太平砲。僕の新曲ちゃんと聞いてね。可愛いかよ。あ、やばい、ミスるな。じゃあ、あの武器が新しくなったからね。こいつかな、見てないな。踏まないでお願い。なるほど、踏めばいいんだなって感じだけど、まぁ、あ、ちょっとあの FP がもったいないからな。いや、やっぱ難しいな。よしよしよし、うん、回復が厄介だね。よし、できた。いいね。いこいつジャンプ倒すか。オッケー。あ、普通のジャンプでいいのか。イエーイ。ちょっと待って、なんかさっき見えない壁に阻まれたんだけど。あ、こいつ、はい、こいつ、あ、え、あ、わあ、通れないのか。あ、やっぱりちょっとまだタイミングがつかめきれない。はい、よし。はいけないから、こっちから攻めるしかないな。違えてみよう。え、なんかあれ、混乱してる方がいるんだけど、お前酔っ払ってんのか。キノコの金、酔っ払ってるわけではないのか。新しい、あ、でも強敵はこいつ。どうだ、なんかムラッキーハンマーの方が強いような気がしてきたな、マリオの装備。さあ、アイテム取ります。お、フラワー、いいですね。あ、こいつ戦えるの。お、ライトニングボール、いてー。まずはマロや。はい、弱点なし。おー、明日は傘を手放せない一日でしょ。次は交通なんかニュースを始めたんだけど。弱っ。オッケー、これで危機ができるようになったけど、上には戻れんか。こっち側やな。同じかな、敵。ひで、ヘクトバール。お、強い、マロ。あ、擬態してたな、こいつら。お、なんか黒魔同士みたいなのいる。これ初めてだよね、スペール、かわいい。この戦い負けるかも、なんだとあ、かわいい、こう倒れるときめっちゃかわいい。あ、
大丈夫か、セーフティーリングだもんね。で、おお危ねえ。お、目覚ました。あ、これはいてててて、あれこいつそんな強かったっけ。あ、基本的ではない。いや普通に強いのか。よし、オッケー、倒れて、あとこいつだけや。危ねえ。うわ、ありがとうございました。結構強かったな。てかあれ、マロこんな物理攻撃強い印象なかったけど、結構強くない？ピーチ姫レベルアップやな。何を上げていくか。いや、魔法攻撃上げるか。ああ、フラワー。おお、あー、でここへつながるわけか。なるほどね。はい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 、こう敵が、よし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 、ここ戻って、こっちの部屋は、アイテムだけか。ちょっとね、この青い子はまだ戦ってないよね。ててててて、じゃ何考えて、ブルーバード、君は素晴らしい。なんか褒められたんだけど、どうしたんですか。容赦なく倒しますけど、衝撃を受けた。おお、あ、なに、あ、自称して死んだ。大丈夫か。入れ替えよ。あ、やばい。そっか、ジンの装備変えたのか。まあ、タイミングがわからん。よし。こっちの部屋は行ったっけ？あ、行ってないね。はい。このジーノのさやつさ、めっちゃタイミング難しいんだけど。あ、ちょ、めっちゃかわすやん。あ、いて、くらった。なんでこんな。めっちゃかわされた。はい、いい。あ、いた。いや、難しいな、タイミング。マリオレベル上がりました。あ、ウルトラファイヤー来たわ。やった。これは非常に心強いですね。おー、来た！マロキラキラ落とし。やった！敵に当たった時に A を押すと、星が連続で跳ねる。キラキラ落としも強いからな。特に温泉があるのをご存知？不要バージョルかなんか引いたのに、効能は竜町肩こり、現在王族しか入れないの。えへん。なんと真ん中の部屋に大きな卵が置いてあるんだ。時々卵を、吐くんだけど、たまに身を守ってると跳ね返せるんだよ。王様も温泉入ればご病気の早くなるんでしょうね。何も言わずにこれをもらってね。あ、ほら、焦った。ありがとうございます。私はこの城の見張りをしていました。でもマルガリータ様に鍵を全部取り上げられてしまったんです。もうクビになってしまったことだし、この合鍵もいらないので、もしくは、あ、ください。じゃあ、はい。でも何に使うのかな、余計なお世話かもね。宮殿の鍵1ということで、ここでセーブポイントですね。はい。ではここに閉じ込められている人もいるみたいですが、まだ王様たちは発見できていません。
なので今度はここの肥満パタとバトル。あ、3匹ちょ1匹標的いるんだか。よしよしよし、ジタバタしているかわいい、ジタバタしている。気持ちなんかゆっくりで良さそうなんだけど、ジーナのやつ。いや、それは難しいな。いで、むずい。ここはちょっと回復やな。おお、ちょっとちょっとぴったんこあったっぽいな。いやでも難しい画面で、よし勝てた。ここは先行きます。育つ水あげましょうね。あらあらあら、マリオはここまで来ちゃったのね。鍵がかかって逆ナイス。ふふふ。え、私寂しいの。遊んでくださる嫌です。そう、遊んでくれたら私が預かったこの辺の鍵を開けようと思ったのに。あ、なるほどね、鍵がかかってる。まあやるしかないんだな、しょうがねえ。ありがとう。ということで戦闘でーす。じゃあまずはトマロやな。怪しげな殻。500か。焦らないでだって。よし。お、ヒビが入ってきた。ちょっとこの中か。156。144。お、来た来た来た。じゃあ何がマイクというとキャサリンや。はーい、私キャサリン、キャシーって呼んで。私さ、キャサリンさ、ずっと女の子だって思ってたんですけど、なんか生放送やってた時にリスナーさんに教えてもらったんだけど、男なんだよねキャサリンね。びっくりした、マジでって思って。770の、お、なんていう縁起のいい HP。 最後あなたの来てお願い。入れる。ちょ、やめて、ピーチ姫いじめないで。帰るか、じゃあ G のに。よし、ピーチ姫これ自分で回復した方がいいな。ほら、そんなに強く叩かないで。あなたも寂しがり屋さんなのね。いいわ、私の熱い卵をあげる。防御しちゃ嫌よ。あ、いで、ちょ、うまっ。これサニアで何だったっけ。あ、攻撃も持ってくれるって。じゃあ使うぞこれ。お願いします。よし、行こう、行くか。よし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 。ウルトラホイール結構覚えて使えますかね。あ、向こうなの。ガーン。オッケーオッケーオッケー。72。よし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 。攻撃攻めるしかないか。いや、そうそう倒れそうな気もするけどね。おお、よし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 。
え、なんか卵が浮いてんだけど何あれ。私あなたの心の恋人寂しい時私のことを思い出して、あとや、優しく励ましてあげる。ありがとうございました。どうもどうも。卵爆発した。お疲れ様です。お、鍵、宮殿鍵に。私のこと忘れちゃ嫌よ。さあ進みましょうか。あ、でももう今回ここまでにしようかな。じゃあ今回あのキャサリン戦をねやったということで、じゃあ続きはまた次回やっていきます。お疲れ様でした。